えー、皆さんは寝てるところだと思います。まあ、動画を見ているということは起きてるんですけど、えー、今のうちに、えー、皆様のコメントを、えー、読んでお話ししていきます。で、羽生くんの話題の方をちょっと先に取っていくんですけど、えー、ピュアスマイルさん、えー、どうもです。かぶくん、レミって、レミゼラブルのことかも、あなるほどですね、うん。生きていますようにということですね。うん まあ、レミエンなのか、ラ・ミゼラブルなのかという感じはありますが、跡部陽子さん、どうもです、かぶくんこんばんは、え羽生結弦君、年内アイスショー2公演やるそうです、楽しみ、うんね、どこでやるのかも含めてですけどもね、うん、私は10月にコンサートを見に東京に行くので、あのあのそうですね、アイスショーはお預けです。 でも10月上旬に YouTube を更新するみたいなんで、それも楽しみですね。うん。いや、ほんとシェアピラクティス、この前やったばかりで、まあ、どんな感じのえ、えっと、動画を見せてくれるのか、ほんとはっきり言って、もう有料会員だけしか見ることができないっていう感じにした方がいいくらい、もうかなりあの動画はですね、世界中からですね、見てますよ。うん。え、グリリンちゃんくんマスコット羽生結弦くんに。 なでなで、なでなでされて羨ましいという感じですね。うん。このマスコットの中身は誰でしょうかね。うん。どさくさに紛れてますね。はい。 えー、トルトゥさん、どうもです。羽生君、いろんなオファーが来ていて大変そうです。えー、嬉しい悲鳴ですね。映画出演のオファーもあってお断りをしたとか、二度とやらない,やらないそうですということですね、うん。これはなぜでしょうか。そして伊達繁村役、似合っていたのにな。羽生役、羽生枠ならば言っていましたという感じですね。うん、なぜ羽生君は映画のオファーを二度とやらないのか。 うん、やっぱスケートに集中したいっていうのもありますがあまり自分の中でしっかりはこなかったんでしょうかねまた第二の羽生結弦を目指す子どもたちに向けての言葉としてどんなことも基礎を正しくしっかり身につけることが、えー、大事と言っていましたうんえー、なんか僕にもちょっと響きましたね、うんえー、シェアプラクティスを公開したのも2チャンネルのことの動画でアクセルとルッツの踏み切りの足元アップを公開したのも 後に続く子どもたちに基礎をおろそかにしないでしっかりと学んでほしいからというのもあると。ああ、これはちょっと重要ですね。かなり重要かと思います。重要かと思います。うん。あの、アクセルとルッツの踏み切りの足元ですね。うん。はい。えー、とにかく羽生君は基礎を大事にする人。だから誰が見ても美しい演技ができるとですね。うん。ね、ちょっとこれがちょっとね。えー まあかなり重要な話をしてますね、羽生くんね。うん。なんか動画をこう見せて、アピ、あの、メッセージも込めてる気がしますね。うん。えー、ピュアスマイルさん。あ、これはちょっとあの、あれですね、ルナ・ヘンドリックスの方なんですが、彼女も恋に落ちたのかなありがとう。あ、どうでしょうかね。うん。ルナ・ヘンちゃんね、恋人がいてもおかしくないですね。多分ね、 あ、でもちょっとこれはいいやっていう感じですけど、まあ今度ちょっと、まあいいやっていう感じですね。はい。うん。えー、ピュアスマイルさん、気のせいだよね。ごめんなさい。おび込みが強すぎて、ほんと病気です。あのー、そんなこともないんですけど、まあ、ちょっと想像にお任せしていただきたいと思いますというだけで。はい。うん。えー、テラさん、あの、これ、少女、春来、えー、少女春光の 意味教えてくださりありがとうございました。本当にそれぞれのプログラムにぴったりの言葉ですね。サンデーチャージは羽生さんの美しさがさらに増していました。個人的には羽生さんの今日のヘアセットと、えー、前髪の長さがめっちゃ好みでした、うん。実は僕まだ動画見てませんので、今夜もしかしたら見ることができるかもしれません。アイスショーを年内に2回予定しているとのことでしたが、どこでやるんでしょうか 絶対に行きたい。えチケット取れますかね。いやどこでやるんでしょうかね。うん仙台の可能性はあるんでしょうか。え羽生さん曰く、今まではショーでの演技は1回にとどめていましたが。 プロになってのショーは、2、3回は滑らないといけない。そのために体力強化に努めているとのことでした。しかも演技回数を増やしたからといって、2回転、3回転のジャンプにランクを避けることは考えておらず、4回転を入れた高難度の構成にこだわりたいとも言っていました。なるほどですね。うん。いや、もう選手見てるとほんとすごいですね。 え競技ルール,だとのあルールだと同じジャンプの繰り返しは2回までという縛りがありましたが、もう縛りではないので、4回転のコンビネーションや、えー、トリプルアクセルを1つのプログラムに何度も入れることを何度も入れることを考えているとも言っていて、ちょっと頭がクラクラうんいや本当ですね。 うん、どんな曲をどんな構成でやるんでしょうか本当に楽しみです。もちろん4回転アクセルの成功は楽しみなんですが、えー、それだけじゃない、とんでもないものが見れるのではないでしょうか、うん、僕はジャンプもそうなんですが、それよりも演技の内容は気になりますね。どんなプログラムを持ってくるのか。うんえー、来月すぐに羽生さんの YouTube チャンネル配信があるそうなので、 何かお知らせがあるかもしれません。まあ、その時に次のプログラムの振り付けなんかもちょっと見せてくれるかもしれませんね。結構、シェアプラクティスでは、え、そこ見せていいのっていうのが結構あったんですよ。うん。え、それ、ちょっと、いや、見せすぎなんじゃないっていうね、動画も結構あったんで、あの、え、そこ見せてもいいのっていう、なんか、そこはちょっと企業秘密にした方がいいんじゃないかってね、やっぱ思ったりもしたんで、うん。だ結構、羽生さん、 惜しみなく見せてくれてますので、うん、かなり有,有料級ですよ、あれは。はっきり言ってかなり有料級ですね。本、う、当、ん、あのんもう一回言いますか。あれは普通では見ることは絶対無理ですね。うん、あの先生からもストップがかかると思います、普通だったら。だからあそこまで見せるって相当すごいですよ。うんえー、私は羽生さんのファンでよかったな。えー、こんなに夢を見せてくれる人は他にはいないと思っています。うん いさんおはようございますメディアでの出演はこれで終わりであとは29日の日中国交正常化50周年記念式典でのゲスト出演が終わってから本格的にアイスショーの方へあアイスショーの方へ流れていくんでしょうねあなるほどこれでじゃあメディア出演はしばらく終わりですねだとするとちょっと僕は早く、えー、その動画を見ていきたいんですが どんなたかがおっしゃっていましたが、テレビ出演も良いですが、やはり羽生さんのプロスケーターとしての滑り、演技を見てみたいですね。アイスショーはどんな構成でやるのか、本当に楽しみです。新プログラムのためにシェイが来日しているとの前の情報もありました。シェイリン・ボンさんですね。そうらしいです、ね。なるほど。もしかして羽生さんのアイスショーに出席もあってのことそれにしても、正式発表が待たれますということですね。 とりあえず、ちょっとこれは続報待ちですね。うん、シーリン・ボウさん、羽生くんの新しいプログラム、振り付ける可能性あるんですね。うん。えー、む、e、P さん、ありがとうございます。羽生結弦出演の、えー、番組、サンデーチャージ内で、羽生くんが美しい所作で、優しくなでなでしていた、東日本放送のマスコットキャラクターのグレリちゃんのぬいぐるみが爆売れということみたいですね。 あのアクセス集中のため、ウェブショップがパンク状態ということみたいです。えー、再販売はツイートでお知らせとのことですよ。えー、番組で羽生君のことをゆ,ゆ,ずずゆずずと呼び、ゆずずしか勝たんとか、ゆずず専用カメラとか、やたらとゆずずを押しに押していた結果、羽生君からゆずず呼びを公認してもらったらしいということですね。うん。なんかそうらしいですよ。 ゆずずっていうのがなんか流行ってるっぽいですね。で、番組後のゆずずとグリリのツーショットの写真、とっても可愛かったですね、ということなんで、まあ、これもちょっと含めてね、見ていきたいんですけども、うん。はい、そんな感じで、ゆずずが流行ってるっぽいですよ。えー、ノエル・タジノさん、どうもです。えー、かぶくんこんばんは、羽生くんのアイスショーがあっても、写真集などを買ったので、 貧血病でエントリーすらできません。もう音楽活動はしないつもりなんでギターを売れば行くことができるかもしれないですが、とても愛着のあるギターなんで悩んでいます。うーん。いや、それはね、ちょっとね、大事ですよ。 うん、それまでも買ったギターはあるのですが、まともに弾いたのはそれだけなんです。ほとんどのギタリストはフェンダーのストラトキャスターかテレキャストを使っているんですが、私のギターはフェンダージャパンのセミアコースティックギターのシンラインと言います。 私はたくさんのライブを見てきましたが、その中で新ラインを使っていた人は一人だけでした。私は新ラインがとても欲しかったんですが、普通の楽器店には置いてなかったため、お茶の水の楽器店街に行かなければと思っていた時に用がなくて、もうよく行く楽器店にふらっと入ると何本も飾られていたんですよね。もうこれは運命と、うん ギターに付属しているバッグは単なる包装紙のようなものなので、ちゃんとしたギグバッグと一緒に購入しました。お手入れをしていたんで綺麗ですし、未使用のチューナーとコーラスのエフェクターや革でできたピックケースなどもあるので、メルカリでそれ、メルカリでそれなりの値段で出品をすれば売れる可能性はあるんですけどね。なるほど。うん、でもなんかお金に買えない、なんか。 価値みたいなのってありますよね。なんかその愛着があるって。うん。買い取り業者だととんでもない。安値しかつかないんで、え羽生君を取るかギターを取るか、うーん、悩みます。いや、これはね、すいません。僕だったらどっちも取ります。うん。あの、うん。でも、羽生君のえグッズや欲しいものもあ,のあるので、結局は出品したければならないことにはなるでしょうが、 でも、売れたとしても肝心のチケットゲットは厳しそうですね。という感じですね。うん。いやー、でも、こう、愛着のあるギターとか、やっぱり取っておきたいです。やっぱりね。まあ、人によって価値観は違いますので、あれですが。うん。まあ、羽生君も、ギターもどっちも取って何が悪いのって、ちょっと、思っちゃいますね。はい。うん。